こんにちは、かなでです。キーです。キーさん、便秘で困ってたりしますか？実は便秘はありふれた症状で軽く見られがちですが、実は体に影響する可能性についての報告があります。え、そうなの？はい、アメリカでの研究によると、慢性便秘の症状がある場合とない場合で10年後の生存率に影響するというデータがあります。そんな研究もあるんだね。特に高齢者の場合、若年者と比べると排便時に血圧が上がったとの報告もあります。排便時の息みは大動脈解離の原因となったり、肺塞栓症のリスクが上昇したりする報告があり、強く息む便秘にはリスクがあると考えられます。でも便秘は治すことができるんだよね。はい、まずは生活習慣の改善、食事や運動、飲酒、睡眠を変えることが挙げられます。他にも物理的に便を取る滴便や逆行性洗浄法といった処置もありますし、バイオフィードバック法という力の入れ方を見える化することで、ある種の練習を行って改善する方法もあります。お薬もあるの？あります。便秘のお薬にも種類があって、便を柔らかくする浸透圧性下剤、大腸を刺激して動かす大腸刺激性下剤、便を柔らかくして腸も動かす上皮機能変容薬、直接腸に薬剤を届ける浣腸座剤、強い鎮痛剤の副作用で現れた便秘のための薬剤性便秘症治療薬、その他のタイプの下剤などが主なものです。いろいろあるんだね。どれでもいいの？いいえ、お薬以外の選択肢も含めて症状や体質などを考えて適切に選ばなければかえって健康を損ねてしまいかねません。お医者さんに相談して適切な治療を受けることをお勧めします。わかったよ、かなで。便秘はよくあることと甘く見ないことが大切です。早めにお医者さんと相談してくださいね。うん。